ホームレス増えたんだな。ちょっと実験、また実験的に今置いたんだけどさ、 GoPro 9 はねダメだね。あの今だから安売りしてるじゃない。雑音が入る、あのカチャカチャカチャってね、すごい気になる。あと熱をすごい、熱もすごいね、こもる。バッテリー持たないし。あばばばば。この車。見たかった。だから GoPro 9は良くなかったな。安物買いの全入しないだったな。まだ。やっぱりその中国製品のさ、中国製のさ、あのメイドインチャイナのヘッドホンつけたの。そしたらさ、あれってあのヘッドホンの合皮みたいなのってさ、結局あれ塗料で作ってるわけよ。だから塗料ついちゃってさ、まあ多分取れないだろうな、しばらく洗わないと。あの合成皮って塗料で作ってあるからさ、だからめり込んじゃってさ、なんか中国製品って結局の話どっかおかしいんだよね。まあだからその安かろう悪かろうで使ってるから仕方がないんだけどさ、その側は一応使えないことはないんだけど、何らかの欠陥がどこかにあるんだよね。なかった。ホームレス増えたんだな。だってあのミラクルマイル、あのほらトーレンスからミラクルマイルに帰る道あったじゃない。あそこも今までホームレスなかった、あのホームレスのテントなかったのに、びっくりだよ。で7月末からだ、結果要するにあの家賃払えない人の猶予なくなったんでしょ。エレカンティだけ伸ばしたでしょ。あの伸びたの、エレカンティだけ伸ばした。じゃあそうするとここら辺もそうってことだよね、ロングビーチも。うん、そうだね。だから今強制のあれはまだ出せない。でもそうすると1年くらい家賃払ってないってことだよ、うん、だってうちの隣のアパートなんて払ってない。駐車場はどこなんだろう。もっとあっちまあこっちからでも行けるけども、パブリックパーキングはね、アクアリウム、こっちTurn right on Aquarium Way. 払ってないっていうのはすごいね。うちのアパートの隣の一番手前に出てる人払ってないの。出ててほしいなんて、親の。チャイニーズだったよね。だって1年でしょ ?1 年間払ってない。1年、2年。さすがに200万対の、200万じゃ効かないか。Continue straight.
大丈夫、こっちは正規で予約取ってる。ああ、結構これだから結構広いのよ。Destination is on your left。はいはい。だから大家もたまったもんじゃないよね。もうカツカツになっちゃうよね。大家のプランがあるの、ちゃんと。ああ、プランが。そりゃそうだよね、うん、救済プランなければもうどうすどうすんのって話だよね。そりゃ出てってほしいわな、大家からしてみりゃ。いつ頃まで伸びたの？今期限出してないんじゃないかな。